アメリカ最新鋭の無人偵察機グローバルホーク MQ-4C が台湾防空識別圏に侵入していることが台湾側のレーダーで分かった。詳しく見ていきましが、台湾側のレーダー能力を試したのか、それとも中国側の動きを試したのか。2021年2月、中国軍の航空機が台湾の防空識別圏に侵入する頻度、数が従来よりもはるかに高い頻度、多数に及んでいることが報じられ、中国軍の台湾への軍事侵攻が現実味を帯びてきている。同月の20日には、中国軍の戦闘機 J10、J16 が核2機、JH7 客機4機、H6 爆撃機2機、Y8 輸送機1機から、なる合計11機もの機体が台湾の防空識別圏内に侵入する状況が発生した。これらの合計11機の中国軍機は、南シナ海の台湾領である、東沙島の北方海域で、大規模な軍事演習を敢行しており、この一環として今回の台湾の防空識別圏への意図的な侵入を行った模様だ。そもそも防空識別圏とは、国際法上で各国が認められた個別の領土の外側である12海里沖の領海、そしてその上空にあたる領空よりもさらに外側に位置する空域のことである。そのため領空侵犯とは異なり、そこに無断で他国機が侵入した場合でも即座に撃墜することが許容されるというような、いわゆる国家主権によってその防衛が認められた空域ではない。ただし近年の航空機の速度性能の向上からは、領土まで12海里しか距離がない領空に侵入されてしまうと、ほんのわずかな時間で領土に到達されてしまうため、各国が任意の空域に注意をしている。そして、通常はその空域を防空識別圏と呼んでおり、無許可、無警告でここに侵入する外国の航空機があれば、領空侵犯への予防措置として迎撃用の戦闘機をスクランブル発進させているのだ。よって国際法上からは、任意の国の防空識別圏へ他国の航空機が侵入しても、これがすぐさま軍事的排除を行うこととイコールではないが、その前段階の事態であるとは言えるだろう。こうした微妙な扱い、定義を持つ防空識別圏ではあるが、あえてその空域に航空機を侵入させるというのは、現在の情勢上からも相手国を軍事的に挑発する行為に相当すると見さされている。日本においても独自に定めた防空識別圏に基づき、そこへ無許可無警告で侵入する航空機に対して、航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進を行っており、領空侵犯への予防措置としている。近年特に台湾の防空識別圏への中国軍機の侵入が増加している背景には、香港デモの鎮圧等でロワとなったように、中国政府が自国の主権下にあると認識している地域への軍事力の誇示があるのだろう。そもそも中国政府は台湾を自国領であると公言し、台湾政府の存在そのものを中国国内の内政問題だとして、外国からの干渉を
排除しようとしているため、その方針を忠実に履行している理屈だ。これまで台湾海峡が障害となって台湾への直接の武力侵攻にまでは至っていなかった中国が、海軍艦艇の大幅な増強や中長距離ミサイルの配備で自信をつけ、武力統一の現実化を狙っている。ちょうど2020年11月のアメリカ大統領選挙において、新型コロナウイルス問題やそれまでの経済戦争で中国と対立する傾向を深めていたトランプ政権が敗北したことも一因かもしれない。前トランプ政権よりは穏やかな対中姿勢が予想されたバイデン新政権に対して、中国側としては台湾問題についてどのような出方を見せるのかを探る意味もそこに込められているように見える。今現在の2021年3月の時点では、バイデン政権に変わったことで大幅に中国に譲歩するような政策は打ち出していないようで、南シナ海における航行の自由作戦も継続実施されている。しかし中国海軍は国産の航空母艦である山東をはじめ、新型の055型強襲揚陸艦など大型の水上戦闘艦を矢継ぎ早に建造して、局地戦であればアメリカ軍も警戒せざるを得ない布陣を整えつつある。かつての台湾海峡時期記事に、アメリカ海軍から2つのユニットの空母打撃群を差し向けられ、軍事演習を中止して引っ込まざるを得なかった時点と異なり、中国軍は格段に戦力を高めてきている。こうして中国軍の軍備拡充に伴う台湾への強硬姿勢が強まる中で、この2021年3月にはアメリカ軍の航空機が台湾の防空識別圏へ無断で侵入したとの報道を台湾メディアが伝えた。それによれば、今回台湾の防空識別圏に侵入したアメリカ軍の航空機とは、遠隔操作型の無人偵察機であるノースロップ・グラマン社製の RQ-4 グローバルホークだった模様だ。より具体的には、この RQ-4 グローバルホークのアメリカ海軍向けの洋上監視型である MQ-4C トライトンのようであり、同機は2018年からグアム島に配備されている機体である。そのため今回台湾の防空識別圏に侵入した機体は、このグアム島基地所属の MQ-4C トライトンではないかと思えるのだが、その行動の意図する点は判然としていない。台湾側ではこの MQ-4C トライトンの飛行を確認した後に、アメリカ軍側に問い合わせを実施、防空識別圏からの退避するように申し入れを行ったが、聞き入れられなかったという。台湾海峡や南シナ海で中国軍の動きを監視しようと目を光らせているアメリカ軍からすれば、当然の行為のように考えているようにも映り、今後の米台関係が気になる事態ではある。